鶴友彦鶴友彦1月10日から1960年9月1日は、大正から昭和時代前期の台湾総督府官僚、海軍士政長官。鶴城一郎の三男として、大阪府大阪市に生まれる。第8高等学校を経て、東京帝国大学法学部政治学科に入学し、在学中の1922年11月に、高等試験行政科に合格。 1923年同大卒業と同時に、台湾総督府職産局の務課に報職翌年12月、台南州刑務局刑務課長に転じ、1927年、台北州内務部官業課長、1930年度州地方課長、1931年、総督府交通局参事、停身部署務課長兼開示課長、1933年、 総督府高等会員審判所審判官、1935年、台中州内務部長を経て、1936年台南州内務部長に就任。ついで、1937年3月に、台南州地方、米国統制組合連合会創立と同時に、同会副会長に就任し、1940年7月に、方庫庁長を歴任し、 1941年6月、台湾茶輸出統制株式会社長に就任し、官会を去る。後1943年2月、海軍史政長官に就任した。ありがとうございます。